どうもピオキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースザ・マンダラリアンということで、これね意味はわかんないんだけど調べてみたらスターウォーズの実写化の映画のタイトルらしいんですよね。まあ僕ねスターウォーズ見ないからわかんないんですけど、その世界観のトロールコースということなんじゃないでしょうか。そしてこのコース Twitter でねぜひやってみてくださいって送ってきてもらったんだけど、なんとクリア率は 0.7%。 ここでこのコースを送ってきてくれた方に問いたいと思います。こんな鬼畜コースを送ってきて何が見たいんだ、僕の何が見たいんだ、ギャーとかワーとか騒いでる姿が見たいのかすいません、いつものようにオープニング長くなってしまって。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.7%。 まあクリア率が低いコースだけどさ、ハートの数が643ってあってたからすごく素晴らしいコースだとは思うんですよ。それじゃあ最初に50コインあるね。信用していいのか、たまには誠意を見せてくれ。50コイン、終わってたんじゃない？熱々入れませんね頼むって、僕これ避けます。開幕放題。あれ、今日は50コインを信用するなっていう感じのコースなんだね。はっ、動けないよ、西尾やちが来てんだやるじゃねえかデカチビクッパジュニアよ。じゃあここは一旦クレーンに捕まっておけばいいのかな。クレーンでクレーンいや、これで合ってたんじゃない？で、押し出されるで合ってたんじゃないかな。そんでこの下に行けばいいっていう。てやで、最初にさ、これ押し出されるのは間違ってはないと思うんだよね。そっから右下じゃないでさ、今度上行ってみる。ここでパン叩いて右に進む。これで合ってんじゃないのかな。きっとそうでしょ。さすがクリア率が低いコースだぜ。ここは氷が過ぎた後にすぐ右に行く。そしてキノコ、いや、合ってんじゃない。まさか2個振ってくるとは思わなかったんですけど、ここは下から行くか。もう下から行くしかないね。どっち当たるんじゃないから。これ上のトゲゾウもさ、じゃあここはドクロリットに乗って石は石襲ってくんのか。モザイクみたいになってるけどさ、スコアで頼む、落ちてこないであ、落ちていた。このドアに入ってってみよっか。これが正解でしょ頼む、来ないで。頼むっていい人のこと早く来てくれよそれじゃあ僕気になってることがあるんだけど、ここ上から行ったらどうなるんだろうね。いや、一緒だよね、やっぱり。じゃあここは石エンジン落として、落ちてよなるほどね、あの砲台が受け止めてくれるのね。なんで砲台が左に行った時にドッスンを落とす、そんで右に行けと、そういうことだね。てっきりさ、この先ロルって書いてると思うからドアが正解だと思ったんだけどな。もうこのコース全てを見切りました。あと130回罠に引っかかるまでにはクリアしてみせましょういや違うんだって。それじゃあこのドアから出たらすぐスネークブロックに乗ろうか。そんでこのコインの位置、コインを信用したいと思いますどこ行ってんので、これもう終わった感じしかしないんだけど、頼む、こっちに戻ってきて。スネークブロックよ、やった、熱々熱々で、このスネークブロックに乗ってくっそやめろって、もうそのしびれ攻撃。それじゃあここはしびれ攻撃が来る前に早くドカーに入れと下手くそか。それじゃあ次はしっかりとドカンの上に乗ってドカンに入っていこう。すいませんね、いつもしょうもないボミスばっか見せちゃって。いや、これ絶対無理やろ。え、はっあ、なるほどね。このまま右に行って雪玉を蹴って、この上に乗って中間ポイント。うわ、届かんよね。一旦右行ってみようか。そしたらドントタッチ雪玉、もしかしてさ、雪玉に触らなかったら中間ポイントが取れてたっていうことなんかな。でも僕は雪玉がいらない男、それを証明したいと思います。雪玉じゃない、中間ポイントね。さあここで中間ポイントを取って、いや、これもうドッスン倒すしかないよね。ドッスン倒します。そしてなるほど、ここさ、ドッスンの裏にキノコ隠れてたからさ、そのキノコどんなってことだね。そういえば最近さ、ドラゴンボールのスーパーヒーローだったっけな、それの映画見に行ったんだよね。もう本当に面白すぎてさ、涙が出そうになったね。で、何が面白いかって言ったらさ、ネタバレになるから言えないんだけど、僕ね、ドラゴンボールの中のキャラクターでピッコロが一番好きなんだよね。で、そのピッコロとご飯が主役の映画っていう感じでね、すごく僕にとってはね、最高の映画だったね。で、ドラゴンボールの中でさ、ピッコロが一番好きっていう人あんまりいないんじゃないかな。じゃあここは一旦どうすればいいのかな。え、あ、ここで中間ポイントが取れるとそういうわけだね。だいたいドラゴンボールでさ、一番好きなキャラクターって言ったら悟空とかご飯とかじゃん。じゃあここはスターを取ってキノコは触らないでよかったね。でこのまんまオンオフをして土管に入ると。さあ進んでいきましょう。そして次はケアフル。ケアフルってどういうことだろう。ラール、ちょっと意味わかんないけど、とりあえず P 押してピードアップなんなんだこれは。怒りたいのはこっちなんだよ。はあ、スーパーサイヤ人マリールイージのことか。はい、それじゃあここなんだけど、一旦ジャンプしたら P ドアが出てくるみたいな。まあ出てこんね。じゃあこのまま下に降りていいのかな。そして上をシッパ。なるほど、これで P ドアに入れるっていうわけね。さあここでボブ兵が出てきたんで左に逃げておきます。でここは右か上か、上行ってみようか、こっちが正解みたいな。いやここは絶対違う、今の場所だったね。なんで右下に行きたいと思います。なんか書いてんな。ラール、ラールってどういう意味なんだろうね。邪魔すんな爆弾小僧が。いや今のものは巧妙だね。右の爆弾に当たると見せかけて実はここに来るみたいな。なんでここに避けておこう。はい、ダメー。ここうまいで二重に仕掛けてるってか。ギリギリまで逃げておきます。ここで大丈夫でしょ。いい加減にせんか。もう怖いよお母さん。こんなコース僕にはクリアすることができないかもしれない。大丈夫よピヨキング、頑張って。自分を信じなさい。あなたはこれまでいくつものトロールコースをクリアしてきたじゃないの。自信を持っていいんだよピヨキング。なんだここは。何をすればいい。右に行けばいいのか。じゃねえんだよ。それじゃあ次こそしっかりと中間ポイントを取りたいと思います。右にイシュエージが出てきたよな。そしてスイッチが変わったのがさっき見えた。さあこれで中間ポイントゲットっていう感じだね。それじゃあ進んでいきましょう。残るはゴールのみ。ここは早く行けってか。スター状態を維持したなんだ。本当にこれでいいのか。頼むスター、当ててくれ。これでいいんでしょ。キャー。中間ポイント戻しじゃねえか。悔しい。今のは本当に悔しい。いや正直なこと言っていい。この下落ちたら何かはあるだろうなとは思ってたけど、中間ポイント戻しとは思わなかったね。さあこの鍵はどうやって手に入れることができるんだ。左のリフトを登れてか。上等じゃねえか。次は何が待ち受けてるんだ。この音楽はまずいぞ。何やだよか。しかしね、何このアイテム。どうやって。なるほどね、この太陽に当たってやられるとアイテムを避けながら。すげえめんどくさそうだけどさ、風があるからこのアイテムの軌道結構邪魔してくれるんだよね。一旦キノコは取っておこうか。今キノコ状態だから、これ結構簡単な方なんじゃないの。あとはあの太陽に一回当たるだけだ。頼む今。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン。はい、それじゃあここは一番上まで上がらんでよかったっすね。多分この1段目ぐらいで手に入れれるんじゃないんすか。あ、ほら手に入れたっしょ。これで鍵ドア入れるんすよ。すげえやる気なしよ。あ、ナイス回避だけど、これはこの場所でアイテムが出てくるみたいな。でもう一回ファイヤー出てくるんじゃないの次は。いや違うのか。じゃあ一旦オンオフだけして先に進む。何やってんださっきから。ゲームに集中せえ。じゃあここはキノコを取るでしょ。キノコ取ってオンオフをして、右に行くんで合ってんじゃないのかな。あ、やっぱそうだよね。そしてこのまんま上は何もない感じか。あのツタ怪しくない。ゴールっぽくないか。このドア入れるのかな。あ、入れるね。それじゃあ進んでいきましょう。ここはジャンプしたいと思います。ジャンプしてすぐ右。それで合ってるよ。え、これやられるんじゃないの。まずい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 。これ中間危ねえ。ナイス読みだったね。絶対中間ポイント戻したと思った。それじゃあさっきのところ青のブロックが消えてる状態でいけっていう感じだったよね。あの左のオンオフをしろっていう感じかな。いやこのサンボたちいるから絶対に無理じゃんか。消えないかな。あ、消えてる消えてる。でここでオをして握り進めばいいっていうことなんから絶対この生き方じゃないと思うんだけどね。それじゃあ進んでいきますか。さあ次はもうすぐゴールなんじゃないんですかね。あれ、いやこれゴールだよ、絶対ゴールだよ。あの綱見てて、いや違うのかいクソ、絶対ゴールと思ったなこれ。まあこれチーター級っぽいけどこっちで行く道だと思うんだよね。でこれを越えればゴールがあると思うんだけど、どんどん上に行けっていう感じかな。それともこの土管どっちなんでよ頼むって。いや合ってる合ってる。でこのフラワー取っておこう、フラワー取っておいて絶対ゴールなんじゃないの。これ中間ポイント戻した見せかけてゴールでしょ。さあどうなんだじゃらなんてよねどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。一度でも止まったら即アウト、追ってくるテレサから逃げ切れというこのコース。説明文に書いてある通りですね、障害物を避けながら追いかけてくるテレサから逃げ切れっていうコースだと思うんですよね。ただ今回注目してほしいところ、クリア率が 0.00%、まだ誰もクリアしてないんですよ。1648マリオもの犠牲者を出し、まだ誰も到達していないゴールポール。僕はその先駆者となり、もうさっさ始めてっていいですかいつもこの画面からコースに入るまでの時間が長いんだよなそれじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 そんでこのコースのタイトルってめっちゃセンスあるよね。一度でも止まったら即アウト、追ってくるテレサから逃げ切れって書いてるんだけど、すごくわかりやすいよね。今日の動画のタイトルにしようかなと思います。それじゃあここはすぐ右に行けっていう感じかななるほどね、僕が追っかける番っていうわけで、待ってテレサ、君のもとへ僕は。いやすぐにジャンプしろっていうことは分かんないよね、このドアから出た瞬間に。それじゃジャンプも成功したことだし、このまま右に進んでいきますか。めっちゃスリル満点だねくっそ、さっきのガリガリじゃねえか。あのガリガリジャンプして避けろっていうことなんかな。いや楽しいよね、こういう何かから逃げ切れっていうコース、僕めっちゃ好きなんだよね。他にもさ、こんな感じのコース知ってる方がいればぜひコメント等で教えてください。さあ1個目はジャンプ、そして4つ目のガリガリもジャンプしておける。次には何が来る、キラーがこんくらい簡単に避けれますよ。さあこの先はレールだって、このレールはくっそあのレールに乗っても減速しないようにジャンプして進めっていうことっぽいよね。上等じゃねえか。あのレールの先に中間ポイントがあったのが見えたんだ。僕は誰よりも中間ポイントを愛している。なんで次こそしっかりとあのレール地獄を乗り越え、中間ポイントに告白したいと思います。中間ポイント待ってて、僕と君との愛に障害物なんて何もないんだ惜しい。待ってて、中間ポイント次こそ告白してみせるから、待ってるわマリー。そしてピーチの座は私がもらうのよ。俺の名はマリー、世界で最も有名な男さ。だが最近ストーカーが激しくてな。やあマリーさんよ、サインもらっていいですか。ダメだ、俺の人生すべて中間ポイントのために使うと決めたんだ。もう俺の追っかけはやめて、ルイージの方に行ってくれないか。いやよ、ルイージだったらピーチの座は私たちは奪えない。だからピーチの座を私たちにちょうだい。いやーほんとぶつけえねここ。だが障害物が多ければ多いほどこの愛は燃えるっていうものさ。そうだろう、中間ポイント。そうだマリーさん、私待ってる、ずっと動かないで待ってるから。っていうか動けないし、そんなこと言うなよ中間ポイント。ならばせめて僕がその君の旗の色を変えてみせようじゃないか。いや迎えに来たよ中間ポイント。好きだ、僕と結婚してくれ。さあ次はどんな感じなんだろう。ステップって書いてるね。なるほど、僕が追いかける番が次は待っててるさ、待つんだ一生やしちょっとこっから難しくなりそうなんで小芝居やめていいですかでさっきここ一瞬エイジ出てきたじゃん。ここさしゃがめ、あ、やっぱそうなんだね。なんか下マークあったからさ、そんなんだろうと思いました。それじゃあこっからが絶対難しいよ。中間ポイントにあるのかな。もうこれで終わりだったらいいんだけどね。さあ次はこのブロックを登っていけと、そういう感じだね。そしてうわむずっけー。いや一発で反応するのは無理だよ。すいません皆さん、こっから僕ガチで集中モードに入りたいと思います。このクリア率 0.00% のスーパーウルトラ鬼畜コース、本気で集中しないとクリアできないような気がして、ただそのせいで口数が減ってしまったら申し訳ない。でもさ、僕の動画って口数減った方が良くなる説あるんじゃないのかな。え、今のうまくない？あ、来た、これ来たんじゃないの？最後のめっちゃうまくなくなった。いやこっちはどれだけマリオメーカーやってると思ってんだよどうもご視聴ありがとうございました。3630時間。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。